やばいやばい、大ニュース。うさみみ鉄道話、始まるよ。はい、皆様こんばんは、てつやきです。まず、今回、ラジオ50回目ということで、皆さんね、50回、ラジオ支えていただきありがとうございます。これからもね、鉄道のね、ポッドキャスト、頑張ってね、鉄道ポッドキャスト界では、ね、1位になれるように頑張って、まあ1位になれるか分かんないですけど、頑張っていきたいと思いますのでね、今後とも、うさみみ鉄道話とね、うさみみ鉄道チャンネルよろしくお願いいたします。はい。というわけで、まあね、最初冒頭ね、大ニュースというふうにね、ちょっと話したんですけれども、ちょっとね、JR 四国の運賃値上げとかね、その辺の話が出てきたので、ちょっとJR 四国のホームページをね、確認して、その辺のことをね、まあ、まだ、運賃値上げに関しては、はっきりどういう風になるかっていうのがわからないので、動画作れないかなと思いつつ、ちょっといろいろ、JR 四国のページを見てたら、すごいものを発見してしまいました。まあ、すごいものって言っても、普通の一般の方には、何も大した、ニュースでもないんですけれど、私としてはっていう感じかな。はい。で、それは何かっていうと、ですね、2021年度の、期末決算についてという資料がね、JR 四国から、5月10日に出てますね。はい。こちらの、PDF をちょっとね、確認して、読んでいたら、5ページ目にね、とんでもないことが書いてあったんですよね。はい。で、何かっていうと、まあ、ちょっとね、そのところの、この実際の PDF の資料、JR 四国のサイトにあるので、こちらの方リンク貼っておきますけれども、私がね、注目したのは、5ページ目の右下にある、ワンマン運転の拡大、デジタルサイネージ導入というところですね。そこの、ワンマン運転の拡大というところですね。ここを、まあ、読むと、今までね、JR 四国では1両編成の列車でね、ワンマン運転実施してきたものを順次、2両編成に拡大してきましたって書いてます。来ましたとね。で、2021年度は高徳線、徳島線、淀、線ですね。で、設備改良を行って2022年の春から、春のダイヤ改正から、高徳線、徳島線、淀線で、2両編成の多分ね、ワンマン運転を行う列車をね、増やしたというふうな形で書いてあります。拡大しましたって書いてあるので、多分2両編成のワンマン運転を行う列車を、拡大したというふうな意味だと思うんですけれども、これのね、さらっと読んでも、今までの JR 四国の、状況を知らない人とか、まあ、普通の人が見ると、さらっとね、読み飛ばすようなところなんですけれども、これ、まず、淀線に関しては、普通の2両編成のワンマン運転を、開始したので、これはまあ、わかるんですけれども、高徳線と徳島線の件ですね。こちら、順次2両編成の列車にワンマン運転を拡大してきましたと書いてあります。これ、何を言いたいかっていうと、私がね、JR 四国は、淀線のね、県は普通のワンマン運転なんで、こちらはワンマン運転と、ちゃんと明言は、確かしてたはずなんですけれども、高徳線や徳島線で今回始まったもの、あと、予算線のね、最初は高松から都道府の間かな、琴平かな、の間でやっていた、まあ、要するに隠れワンマン列車ですね。ワンマン運転と書いてない、業務放送等で行くと、運賃収受を行う、係員が乗務していない列車だったかな。ちょっと今、あやふやですけれども、そういうふうに言っていた列車のことを、JR 四国のこの、資料では、はっきりワンマン運転と書いてあるんですよね。はい。これ、今まで JR 四国は、かたくなにこの2両の隠れワンマン列車と私が呼んでいる、まあ都市型ワンマン列車に近い、もの、運賃箱を、使用している都市型ワンマン列車というかね。で、一切ワンマン運転と書いてない。時刻表にも書いてないし、駅の案内等でもワンマン運転と一切もう、かたくなに言わないし、かたくなに書かないし、っていう風にしていた列車のことを、この資料ではワンマン運転と書いてあるんですよね。はい。
これこれね、もう正直ね、私に最初に言ったように大ニュースだと思いました。はい、これも本当にこの状況を知らない人にとっては、まあ、別にどうってこともないし、まあ逆にあの何を言ってるんだっていう風にね、話されるって思われると思うんですけれども、今までね JR 四国結構私追ってきてますけれども、これ本当にあのびっくり画期的ですね。ついに認めたかっていう感じですかね。はい、あのただこれ今回このね資料にワンマン運転とはっきり記載をしていますけれども、駅の案内や車内での案内等でこの今までの隠れワンマン列車、運賃収受を行う係員が乗務していない列車をワンマン運転というかっていうと、多分言わないとは思います。これねワンマン運転と、ね、するにはちょっといろいろ問題が、 JR 四国の案内上問題があるので、なぜかというと JR 四国の、 あの列車にはワンマン運転は1両で、後ろの車両は締め切りで乗れません。そしてあのまあ乗り方ですね、いろいろ書いてあるんですけれども、そこをそれとね逸脱してるんで、なのであの2両のまあ都市型ワンマンのね、閣僚ワンマン列車をワンマン運転と言っちゃうと、その案内と矛盾がかなり生じてしまうんで、多分これからもあの列車をワンマン運転とは案内しないであろうとは思います。ただね、あの JR 四国のこの、ね、あの資料にあの列車をワンマン運転と書いたっていう、書いてあるっていう、そのね、事実これが本当に大ニュースというか、私の中で、はい、ということです。本当に今回それだけです。はい、あの実際ね、先ほども言ったように、今回の動画エピソードの、ね、ポッドキャストエピソードの説明欄の方に、実際にねこの2021年度、期末決算についての資料をねリンク貼っておきますので、これの5ページ目の右下、まあ全てのページね、じっくり読んでもらったらいいとは思うんですけれども、気になる方は先ほど言った該当のところは5ページ目の、右下です。はい、そちらを見てね、ご自分の目で確認をしてみてくださいと言っても、まあこれ確認して興奮じゃないな、もう本当にあのびっくりするのは私ぐらいなんで、まあ、別にねあのどうってことないと思うんですけれども、はい、まあそんな形で運賃値上げのね話なんかよりも、これ絶対やらないといけないなとね私は思ってしまったんで、今回これで一発ねあのラジオを撮らせていただきました。はい、で最初の方にね言った通り、運賃値上げに関してちょっと話そうかなと思ったんですけれど、まだ具体的なあのことが何も発表というかないので、あの値上げするよというのとかその辺しかねちょっと言ってないから、ちょっとこれだけではちょっとねあのラジオというか話はできないなと思っているので、まあ、この辺の値上げに関してはちゃんとしたねあのデータやあのまあ、どれぐらい値上げするかとかね、そういう風な案内が出てからあのラジオにしようかなと思います。で合わせて、5月17日に線区別収支営業係数の公表っていうので、営業係数も出てはいるんですけれども、まあ、さっと見、ざっとね見たんですけれど、まあ、以前からあの言われてる内容とそんなあの変わってないので、まあ、これに関しても何か私がなんか見て特別何かなんか言おうかなって思った内容でもなかったんで、まああの瀬戸大橋線に関してもちょっと赤字になってるな2020年度はとは思うけれども、まあこれもねあの流行り病のこととか考えると、まあこれは時期的なもので仕方がないかなと思うんで、うん、なのでまあ特別なんか新しいこともないので、まあいいかなと思ってはいますけれど、まあこれに関してはまあちょっと話してほしいというね、あのコメント等あったら、まあちょっともうちょっと見て話すかもしれないですけれども、まあ私のざっとざっくりね、見た感想とは、まあ特別なんか新しいことが発表されたり、新しいデータ、ね、ものすごいなんか数字が変わったりとかというわけでもないなっていうね、感想でしたね。はい。というわけで、
今回はJR 四国のワンマン列車、ついに2両の隠れワンマン列車、一般的に言うと都市型ワンマン列車をワンマン列車と JR 四国は認めたとね、公式のものにワンマン列車と書いてあったというこの事実、これだけでラジオにしましたので、まあ今回はね、もうそれだけですけれども、皆さんどう思ったでしょうか。まあどう思うもこう思うもないと思うんですけれど、はい。で、まあ合わせてこれ資料を見ると、私が把握している範囲では高徳線はね、2両のまあ都市型ワンマンというか隠れワンマン列車が始まったっていうのは把握はしたんですけれども、あとまあ実はね、ツイッター等で徳島線の件もね、若干徳島線でもあるらしいというか、列車番号からして怪しいっていう列車があるよっていう情報も教えていただいているので、まあ、実はまあ高徳線、徳島線、あと淀線に関してって書いてあるのも、まあまあ、私としては知ってる内容では実はあったんですけれど、高徳線に関しては、前々から言ってるように、ちょっと取材というかね、見に行こうかな、乗りに行こうかなとは思っております。ちょっと徳島線って遠いんで、行くかどうかは微妙なところですけれども、まあ、車で行ったら徳島線もね、高松から山越えたらね、徳島線の走ってるね、吉野川沿いに出れるんで、まあ、車で行くなら別にいいんですけれど、列車で行くにはちょっと遠いんで、まあ、ちょっと徳島線に関しては、行くかどうかわからないですけれど、高徳線に関しては少なくともね、ちょっと乗りに行こうかなと思ってはいますので、こちらの方もまたね、鉄道動画の方もまたお楽しみというか、まあお待ちくださいというかね、ということで、はい、今回はこの、まあ、私個人的な大ニュースとして、資料を、お知らせというかね、今回こういう風なラジオをさせていただきました。あとなんかあるかな、多分ね、あとまあそんなぐらいですね、今ざっと、そのね5ページ目で止まっちゃったんで、で5ページ目見て、あ、これラジオと思って今収録してて、6ページ目以降まだ見てなかったんですけれど、今ざっと見ていますけれども、ざっと見た感じでは新しいことは特になんもないかな。うん、そうですね、やっぱりそこぐらいでしょうかね。はいはい、そうですね、またゆっくり見て何かあったらまたラジオにねさせていただこうかなと、思いますけれども、今回はとりあえずそれを件でということで、よろしくお願いします。で、先ほどもね、冒頭最初に言った通り、今回でこのねラジオ50回を迎えることができました。はい、今後ね51回52回とね、頑張ってやってね、進めていこうかなと。で、先ほども言ったように、このね鉄道ポッドキャスト界でナンバーワンになれるように、まあ少なくとも本数でナンバーワンになれるように、まずはね頑張っていきたいと思いますので、今後とも、ご支援とかね、ポッドキャストの登録、あと、まあ、YouTube のチャンネル登録とかも等もね、していただけると嬉しいです。特にポッドキャスト登録をねしていただけると、ポッドキャストランキング、これ鉄道だけじゃなくて全体のランキングでも影響がね出ますので、うちのポッドキャストまだまだ弱小なんですけれども、全体のポッドキャストランキングとかでもなんか結構ランクインすることもあるみたいなので、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回は長くなりましたけれども、JR 四国ついに2両の都市型ワンマンと言われるね、運賃収受を行う係員が乗務していない列車のことをワンマン運転と認めたよっていうね、認めた資料を出したよっていうね、ニュースでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。みんな動画を見たらコメント書こう。チャンネル登録よろしくね。